魅力を引き出せるのは誰だ選手権。いや、いつも可愛いけど。いつも可愛いって。でも今日は特別に可愛い。隣のマンションのエレベーターの閉まるボタン。お, お母さん頭抱えてるじゃん。確かにいいよ、全部ええとこ出てるから、うん、出てる確かに出てる出てる。すごく迷ったんですけど、お1位はどうも、笠子です。ゆうじです。よしとみです。よしとみです。さあ、今日なんですけども、よしとみの持ち込み企画ということで、はい、お願いします。今回は徳島の奇跡、龍二の魅力を引き出せるのは誰だ選手権。イエーイ。そうなんですよ、うん、徳島が生んだ龍二。そのまんまだよ。徳島が生んだ奇跡ね。奇跡、奇跡ですね。普通のことを徳島が生んだ奇跡。そう、吉富がね、これ、はい、どういうことですか。もう龍二はね、はい、もうまさに徳島が生んだ奇跡なんですよ。お、うん、これね、他のメンバーと違って、うん、リュウジは芸人の経験こそないですけども、はい、まあそういう企画でね、いろいろやる中で、うん、やっぱ言葉選びだったり、うん、その表情とかリアクションが、うん、もうやっぱ随一というか、うん、破壊力がとんでもないことないですか。そうね、だから俺もうすうすは気づいてたけど、うん、リュウジって普通ではない。普通じゃない。いろんな意味でね。うん。いろんな。潜在能力がもうエグいんですよ。そう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 。間違いないわ。ほんで、自分でも気づいてないのよ。うん。多分。そうですね。ずっとポケーっとしてるやん。そう。あの、ちっちゃい時の孫悟飯みたいな。そうね。潜在能力がね。はい。で、ピッコロさんのおかげ。なんでこんな説明するの。頼むわ、ほんま。あ、ピッコロさんに育てた。もういいって。何が言いたいの。はい、だから、リュウジの潜在能力が、もうすごいので、うん、はい、その能力を引き出せるのは、チームメンバーで誰が一番上手いのかっていう、はい、うん、ちょっと選手権としてやりたいなと思いました。ということでございます、うん、はい、はい。これはね、確かにおもろいなと、ちょっとなったんですけども、うん、はい、まあ、何をやるかと言いますと、うん、もう、ルールは自由。はい。どんなものでもいいから、うん、3分以内の VTR をリュウジを使って撮るという、そういうことや。おのおのが考えた、はい、設定だったり何だったりもう自由自由。ただ唯一あるのは3分間、うん、そう、3分以内のリュウジのいいところを引き出せる VTR をそれぞれ作るという、はい、ことでございまして、はい、じゃあ一体誰が一番いいと思うこれって決めるのかっていうと、うん、まあ、先ほど言ったようにリュウジってポケーってしてるから、うん、リュウジじゃないなって。そうですね。じゃあ一体誰だって考えた結果、はい、リュウジのお母さんです。間違いねえよ。間違いない、うん、やっぱりリュウジ奇跡を生んだ母っていうところで、うんうん、ミス徳島、ミス徳島というところがありますから。はい、え、そうなんですか。でも突っ込みづらいな思ってねえ、そうね、ね、突っ込みづらい、乗るしかねえなと思って。そうね、お母さんは多分画面の向こうでそんなことないですって言ってると思うけども、うん、はい、突っ込みづらいなと思って。潜在能力低くてすいません。で、僕的にはお母さんがやっぱり絶対ええってなったんですよ。はい、で、うん、でぶっちゃけもう我々5人ね、うん、もう撮ってるんですよ。撮ってました、はい、で編集もちょっとね、ゆか子さんにお願いしてバババってやってもらって3分以内にしてもらって、はい、もうすでにお母さんに送ってます、はい、で今お母さん徳島にね、はい、いる状態で、うん、待ってくれてるのよ、うんうん、でせっかくだったら視聴者さんに先見して見たいから、はいはい、後で見せるんですけども、うん、それが終わった後お母さんに電話して、はい、誰が一番リュウジのいいところを引き出したのかを決めてもらおうということで、はい、楽しみですね。楽しみよ。もうみんなそれぞれ撮ったもんね。撮った撮った、うん、で、まあ、みんなと話し合った結果、まあ、視聴者さんに今から見てもらいたいんですけども、うん、まあ、順番なんかいいバランスでお見せしたいから、はいはい、こちらで決めました、うん、トップバッターがトンボ、はい、そして2番手がツネ、はい、3番手カジサック、うん、4番手ヤシタケ、ラストがヨシトミと、はい、この順番でちょっと見ていってもらいたいなと、はい、ちなみにおのおの設定だけは聞いてるけど、うん、中身見てない。中身全く見てないよ。めっちゃ楽しみなんですよ、はい、それぞれが見れるってことで、うんうん、まずごめん、ずっと喋って、はい、リュウジはこの企画どう思ってたの？いやでもそうやって言ってくださってもそういうことがないので。何が思ってたの？すぐ笑ったな今。そうやって言ってくださって
その奇跡とか言ってくださって、もう自分としてはもう楽しかったです、撮影も。あ、そう、はい、嬉しいです。それぞれの撮影楽しかった？楽しかったです。あ、よかった、うん、よかった、はい、何よりでございますので、はい、じゃあ早速、はい、やっていきましょうか、はい、というわけで本日もせーの、お願いします。さあ、というわけでトップバッタートンボさんです。よろしくお願いします。はい、まあ僕なんですけれども、うん、僕が思うリュウジの良さっていうのは、うん、可愛さ、そして爽やかさなんですよ。なるほど、はい、確かに。その可愛さと爽やかさを存分に引き出せる、作品作りを目指して作ってまいりました。どんなものなのそれは、はい、じゃあそれをもう見ていただきましょうかね。あ、見たらわかる？見たらわかります、うん、オッケー、わかりました、はい、それでは、私山口トンボの作品はこちらです。ごめん、またごめんってちょっと道込んでてさ。はい、これお詫びのキャラメルラテ、これで許してくれる？よかった、じゃあ行こっか。上手だ。いや気持ちいいね。俺この公園好きなんよな。あれ、なんか髪の毛についてる。もうおっちょこちょいなんだから。すごいっていうか今日の服装なんか可愛くない？いや、いつも可愛いけどいつも可愛いって。でも今日は特別に可愛い。うん、あ、ベンチあるからさ、ちょっとゆっくり話そっか。いやー、癒されるな。それもそうだけどさ、やっぱお前と一緒にいると癒されるわ。照れてるの？照れてるやん。可愛いな、もう。てか、ちょっと甘いもん食べたくない？ねえ、じゃあ甘いもん買いに行こっか。お待たせ、買ってきちゃう。めっちゃ美味しそうじゃないねえ、半分こしよっか。はい、あ、なんかそっちの方が大きくない？俺大きいのがいいんやけど、変えてよ。いいよ、ありがとう。はい、いただきます。うん、うん、美味しい。なんかついてるよ、口に。クリーム取ってあげる。もうちょいちょいなんかから。なんで噛めなかった。あ、美味しかった。行ったことないから。いや楽しかったな。もうずっと連れてきたかったよな。一緒に来れてよかった。また一緒に来ような。今日はありがとう。いやーいや、これおもろかった。ありがとうございます。完全にときメモやったよ。ときメモでしたでしょ。あとリュウジがうまかった、うん、うまい。そうなんですよ、めっちゃうまいな。あんな普段照れてせえへんやん。そうそうそう、今回はね、もう普段の、うん、もうデートしてる感じでね、ちょっとそのまあ方言もちょっと出るような感じでやってほしいっていうね、この俺のオファーに、うんうん、もう 100% でリュウジが答えてくれたんじゃないかと思います。いや、めっちゃ良かったんやけど。良かったでしょ、うん、めっちゃキュンキュンしたでしょうか。けど、うん、これをやらしてんのがおじさんっていう。おじさんが裏で。ダメよ、ね、そこやねん。あの、要は、うんって言ってうなずいてたじゃないですか。うん。あれ、向こう側にトンボさんいるでしょ。俺がいるよ。じゃあ、いい、そんな。ようできたね。よう笑わずにできたね。いや、だからもう違いますよ。もう NG 死ぬほど出てますよ。そうなんだ。
そういうことか。そりゃそうですよ。そりゃそうやろ。でもそんなこと想像しちゃダメ。そうね、うん、そうよ。見てる人は、うん、自分がリュウジとデートしてるということで見てほしいわけですから。いや俺正直、はい、これリュウジ応援してくれる人も多いやん、うん、はい、で結構女性も多いのよ、うん、はい、俺喜んでると思う。そうでしょ、うん、これはリュウジのいいとこ出てるって思ってると思うわ。普段のだって撮影では、うん、リュウジのあの姿見れない。見れない、見れない。確かに、はい、そう。じゃあ引き出してるわ。そうだろ。リュウジの可愛さと爽やかさが出てるって意味ではまあ分からんでもね。分かるだろ。絶対に言わないことばっかりする。そんなことないよ。でもあれはそんなことないよ。俺がいい風に撮ると、はい、潜在よ。そう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 、リュウジは、ひょっとしたら、はい、俺らには見せへんだけで。あ、普段？そうそうそう、あいつちょっと隠してるやん俺らに。あ、まあまあまあね、まあね、なんか、そらそう、ひょっとしたらあいつアーかもしれない。そうよ、出ないと俺出けへんと思う。いや、おっちょこちょいなんだからって言ったことなさすぎて。確かに、はい、こう甘がんでた。甘がみしてます。おちょこちょいなんだ。よくついてるのを見つけるっていう。なんかついてるよ、口に。クリーム取ってあげる。もうそしてですよ、ね、はい、これ審査するのお母さんじゃないですか、はいはい、お母さんもリュウジのこういった一面って見たことないと思うんですよ。ああ、息子のこういう姿見れるのって嬉しいと思うんです。なるほどね、うん、俺はそこに関しては逆なのよ、うん、あら逆。お母さん照れるんちゃうかな。ああ、なるほどね、そこもあるかもしれない。ちょっとあるんちゃうか。言うてももうね、成人してるわけやから、うん、いや、俺は嬉しいと思うな、お母さん。まあな、俺は非常にトップバッターとしては最高だ。素晴らしい。ありがとうございます。おもろかった。これちなみにあれですからね、あくまでも視聴者さんに向けてのトップバッターであって、うん、お母さんにはデータ一気に送ってるんで。あ、そうですね、あの5個ね、はいはい、お母さん自由に見てもらってるということでございます、はい、さあ、続いていきましょう。はい、スネさん、はい、お願いします。もう私はしっかり男のリュウジを、うん、演出しましたので。ほうほう、男のリュウジ、はい、男のリュウジ、男のリュウジですね、うん、もう可愛さとかではなく、うん、あ、いいね、はい、うん、男の男のリュウジです。面白い。まあ一旦見ていただけたらなと思います。見ればいい。はい、わかりました。はい、サックのお茶漬け。いやー、いやー、笑ったー。飲まず詰め、どうなのよこれ。いや、もうこれしっかり男らしいリュウジが見えたんじゃないですか。これね、男らしいけどさ。いや、最初めっちゃ、あ、なるほど、なるほど、なるほどの感じしたわ。これはパロディーですよね。パロディー、そうですね、長谷園のね、はい、お茶漬けのパロディーで。やっぱちょっと途中引っかかっちゃったのが、絶対場所を変えた方が良かったんじゃないですか。そうですね、うん、そうなんですよ。なんか黒電話みたいになってたけど。そうそうそう、黒電話なかったもん。そう、あれって最後長谷のやつってなんかかかってきたのを食べて切るみたいな。そうだよ、うん、そうそう、今なんかただいまお茶漬け中って言う。ああ、そうだ、そうだ、そうだ、あ、貼るんだ、だから出ないんだ。そう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 、あ、そうか、だから出ないのか。そうだ、そう、いや、俺和室が良かった確かにね、あの本社のさ、はい、あ、わびさび室とかあるよ、俺らが1本目に撮ったとこ。そうやん、そうやん、あっことから撮ったよかったんじゃない。あ、でも黒電話ないんですよね、あそこ。じゃあここ出たらなかっただろいや、だから惜しいと思って。あ、なるほど、わかる、めっちゃ良かったよ。なんかやっぱ似合ってた、すごいお茶漬けかっこむのが。なんか昭和のね、うん、感じもありますし。確かにな、映像もあれ、ゆかこさんやったん。はい、ゆかこさん。確かにちょっと古い感じでね、うんうん、だからこそ後ろにチラチラかじさるクッションちゃばやわ思って。和室やった、ちゃぶ台でさ。あー、いい、
チャブ台絶対欲しいやん。あ、確かにチャブ台やったらよかったかも。めっちゃ似合ってたで。本当ですか、うん、お茶漬け似合うな。あ、熱いお茶漬け頑張って食べてくれてましたよ。たっくん最後笑ってたよ。夜前ね。おなんかあれ NG ちゃうから。いや、素晴らしかった、はい、面白い。短くスパンとね、うん、いや、これおもろいな、うん、面白いわ。さあ、はい、続いて私、カシャクでございます。お、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。僕はですね、はいはい、やっぱいろいろ考えたんですよ、うん、みんなどんな系でいくんかなって、うんうん、だ結果、俺やっぱりリュウジの、はいはい、そのまだ秘められたる能力って、うん、お笑いの部分じゃねえのって、お笑い力思ってて、はい、で普段まあ一緒にこう生活しながら、まあ動画も撮りながらで、ちょこちょこ垣間見えるのが、うん、あいつ実はおもろいんちゃうっていう、うんうんうん、あと、うん、やっぱお笑い好きな感じがすごい、わかります、わかります、するんですよ、うんうん、だから今回、うん、がっつりと大喜利やってもらってます。がっつり、がっつりと、楽しい。そこでリュウジの潜在能力爆発するんじゃないかな、良さが出るんじゃないかと。いくつかこうお題を用意してやってもらったんですけど、はいはいはい、ちょっと見てください、はい、こちらです、はい、よろしくお願いします。お願いします。では2024年に新しくできた相撲の決まり手、はい、その技名とは、うん、技名、はい、書きました。はい、2024年に新しくできた相撲の決まり手、その技名は、はい、なぶなげ GPT-4。 うまいな、うまいやん。どんな技やねんそれ。すごいな、すごい、すごい。ありがとうございます。素晴らしい。出し方、この競争は、絶対馬主が適当に考えただろう。どんな名前、はい、好きな人の出し方。うん、はい、書きました。この競走馬、絶対馬主が適当に考えただろう。どんな名前？馬男。面白いね。超高層マンションのエレベーター、このボタンいる？どんなの？はい、超高層マンションのエレベーター、このボタンいる？っていうボタン、はい、どんなの？顔がいいですね。はい、超高層マンションのエレベーター、このボタンいる？どんなの？はい、隣のマンションのエレベーターの閉まるボタン。おぉーやばい。なぁ、言ってるやん。ですね、すげえ。これはいらんな、はい、迷惑やしな。そうですね。好き。墓参りでご先祖様が激怒。はい、一体何をした？はい、墓参りで、ご先祖様が激怒、一体何をした？はい、お墓の掃除が終わった後に水を汲むやつでポン、頭ポンポン。それは怒るわ、はい、頭ポンポンすな。面白い、頭ポンポン。発想がいいよね。ポンポンしてるやつの顔かわ。私立カジサック高校の校歌の歌い出しを教えてください。はい、校歌楽しみだな。歌い出しですね。はい、はい、書きました。はい、私立カジサック高校の校歌の歌い出しを教えてください。はい、どれがどの嫁も。すごい、すごい、面白い。じゃあおもろいな。どれがどの嫁の。最高じゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。以上だー。素晴らしい。どうよ。面白い。面白いわ。すごい。やっぱ才能あるよね。あるある、あると思う。いいですよね、うん、出し方がすごい上手かったし。ありがとうございます。で、後から聞いたら、やっぱり一本グランプリとか好きで見てるんだ。ああ。好きなんだ。だからやっぱ出し方とかが、うん、そう、一般の方もそれではないやん、うん、そうそう、だって面白い答えが来る時の、そうそう、絵を見せるタイミングね、そうそうそう、ずらーっと説明して最後にドンとこう見せる、上手、
もう俺が個人的に好きだったのはやっぱり一発目の技名と最後の効果効果いいですね。すごいな、しっかり面白かったな。お願いします。だから俺はこれでちょっと勝負したいな。なるほど、素晴らしいですよ、これいいですね。ちょっとうずうずしてちょっとえあ、後列あら、確かに。いや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 、全然まだまだ僕らやっぱり、うん、お前気抜いてたやろ。何の振りか分かってなかった。分かってなかった今。絶対自分の出番終わって絶対気抜いてたやつや今の。何今のまだまだ。中盤の絵がむちゃくちゃなってた。え、ちょっと待って、うずうずしてるってどういうことですか。いや、お大喜利やから。だから僕はまだまだ上行きますよっていう答えですやんか。そういうことか。いや俺常のことやから、うん、吉田もそうやけど、はい、今の V 中に考えてたんかなって思ったんよ、うんうんうん、ね、あ、答えよ。そうで僕やったらこう答えてなんかそんなんなんのかなと思ったら、なんかちょっと眠そうやったから一応な、はいはい、そう思って行ったんやけど。すいません、ありがとうございます。もう頼むでお前。ありがとうございます。今のシャンマさんって終わってるよ。終わって戦場ですか、ね、もう戦場やねんか。二度と呼んでもらわれてる。さあ、というわけで続いてはヤシタケでーす。ヤシタケ、ありがとうございます。バラエティに飛んでる、すごい、うん、はい。まあ私は、うん、もうリュウジといえばというか、もうリュウジの原点、原点、原点、リュウジってやっぱりこういう人だよねっていう原点ですね。あれやんだから、そう、あー、コンビニに突っ込んでくる。それ、違う再現 VTR。 違います。あれ、それもなんか良さそうだな。そうじゃないですじゃない。原点ってどう、へそのへそのそんな原点じゃないです。へそのそれで、それお母さんに見せると頭おかしいでしょ。スサノオ、違います。スサノオは関係ないでしょ。ビッグバン、ビッグバン、すごい。宇宙の原点、原点探さないで。ビッグバン、同じ聞いた。手抜いた。手抜いた。見つかんなくて手抜いた。違いますよ。なんかチームカジサックのいいところ出てた。喜ぶな。出て、ヤシタケに向かって全員が、違う、お前が引き出したな。うるせえ。リュウジを引き出したいんですよ。なんやねんな、原点。見たらわかるってこと。まあ見たらわかるんですけど、皆さんちょっとやっぱり、うん、素材をどうにか料理しようとして必死だなっていう。必死とか言うな、お前。そうや、お前。なんか、全然ナチュラルやないかい。リュウジの潜在能力とか素材、うん、まだまだそのままいけますよと。料理でも何でもそうじゃないですか、うん、いろんな皆さん味付けしてますけど、はい、うんうん、素材そのものを、なるほど、もう一回味わってみてください。かっこいいってこと。あー、なるほど。じゃあズバリ言いましょうか、はい、ズバリ、うん、侍です。侍、やっぱ剣道をずっとやってたじゃないですか。あー、まあ確かに剣士やわな、はい、うん、剣士です、はい。ちょっと見たなってきた。 見た。あとはもう見てください。わかりました。はい、はい、それでは僕の作ってきた VTR はこちらです。
いやーすごい、なるほどな、なるほどなるほど、はい、いやお前すごいな、うん、ちょっとこれはねもうリュウジの本当原点、うん、確かに剣士としてのな、剣士としての、だからもう剣道だとしないですけども、うん、だから真剣ですよ、やっぱかっこええわ、うん、様になるわ、様になるわ、うん、ほんでできんねえあれ、確かに、うん、ちなみになんですけれども、うん、あれ切ったの藁なんですけれども、うん、あれ藁の太さが1畳分だけ、あれ、はい、1畳分の藁をこうやって丸めたものなんですけども、どういうこと、水をどういうこと、藁です、いや違う違う、俺ウォーター藁を発音もよく藁って言ってないよ、藁って言ってるわけじゃなくて、あ、そうなんだ、違うわ、あの藁の藁だ、藁、そりゃそうだな、安武といえばなんか藁って、そうそう、安武だからややこしくなっちゃった、なってねえよ、別にあまり急なことだから俺ちょっと遅かった、あーってなってた、藁をこう集めたやつ、一畳分の広さの五座をくるくるしたみたいな、みたいなイメージなんですけれども、うんうん、ここの道場、ちょっと今回ご協力してくださった道場なんですけども、結構なんかいろいろ有名人とかが来てやったりしてるんですけれども、うんうん、普通の人、一畳の藁切れないんですよ、テレビとか YouTuber さんとか来ても、半畳、その半分の細さしかいけないんですけども、うんうん、ちょっとやっていただいたら先生が彼ならいけるって、うわーすごーい、さすがやんか、一条で行きましょう、行ったんや、それで行ったんですよ、すごー、ちょっとこれバリ強そうやな、強そう、初めてらしいです、だから有名の有名人さんとかも含めても、うん、一条あれを、はい、一条ちゃんと切れたのは、しかも切れ方も綺麗だし、綺麗、口すごい綺麗やったもんね、さすがです、でもそこまでの情報は多分お母さんには言ってないから、そりゃそうだ、危なかったな今の情報入れられたら、まあね、確かに刺さりますもんね、プレゼンがうめえからさ、うんうん、まあとはいえリュウジのこういう姿剣道は見たことあるけど、うん、ないじゃないですか、ないね、確かにな、確かに、まだこの姿がちゃんと持っているっていうのもね、うん、いいかなと思いまして、いやこれ強いわ、素晴らしい、かっこよかった、ちょっとガチでいかせていただきました、でもこうそれぞれがものすごいええ感じで、いやいいですよ、バランスいいですね、バランスいい、お母さん頭抱えてるから、確かに、うん、全部ええとこ出てるから、うん、出てる、確かに出てる出てる、た中でも、はい、よしとみラスト、はい、行きましょう、大取りですよ、大取り、僕はですね、はい、まあ、リュウジは、うん、まあ、やっぱり魅力は僕、面白さだと思うんですけども、その中でも、うん、やると決めた時の思いっきりの良さ、あー、それはある、弾け具合というか、ね、あるある、うん、はい、そういうところがリュウジの魅力だと思いますので、うん、それをちょっと取ってきましたので、うん、ご覧ください。はい。修行をサボっちまったからよ今日は久しぶりに一丁やってみっかかわいいはっはっやんこれ僕のこれ買いましたオラに力を分けてくれよっしゃ息が戻ったぞ何これ何これ集まってなかったこれめーあーうすごいすごいありがとうなこれからもカツタックチャンネル絶対に見てくれよなあーおもろいなー前田リュウジーあリュウジーってことリュウジーですはいちょっとでもまあいやおもろかったっすいや、はい、面白かった、ね、ただツッコミどころが結構あるそう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 ね、やっぱりね、本当にね、脚本が0点ですクソでしたねク
ソ台本でしたね。なんで視聴者のみんなおらに力を分けてくれとか。脚本がやばかった。あれ、なんでカメハメハ誰に なんでなの意味がずっとわからん。で、筋炒めたとかちょっとおもろかったりはするやん。うん、そうそうそう、はい。元気集めて、うんうん、結果、何に、何がなカメハメハした何が敵と戦っててもないやん。元気集めて、怪我が治ったんすよね。いや、もうドラゴンボール見たことないですよ。あるある、あるある、ドラゴンボールはもう見てるよ。ドラゴンボール好き好きですよ。元気集めて怪我治さないから。うん、そうなんだ。先祖だから、基本。そう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 。元気視聴者のみんなから元気をもらって、もらって、うおーってなってカメハメハを打つ。どこに売ったのあれ。あれはまあ代々木公園のカーとかにいやそうだったらカーのシーン入れてくれたら確かに、ね、それも笑いになったよ。そうそう、そんなちっちゃいのにどんだけ強いの売っとんねんっていう笑いになったもん、はいはい、そうかそうか、脚本がクソ、とにかく脚本がクソやったでも龍二はもう思い切ってやってるやってた。でも逆に、うん、脚本がクソも相まってバカバカしくって、うん、いや確かにそれは悪かったっていうのもあった、はい、よかった、うん、あー面白い、やおもろかったっす、ありがとうございます。どうなんねやろ。いやこれわかんないな、これマジで楽しみですよ、はい、うん、もう龍二のお母さんにはデータ送って見てもらってるんで、うん、はい、この後じゃあ龍二のお母さんに龍二から電話してもらって、うん、結果発表、はい、行きましょう。はい、さあ、というわけで、はい、今からリュウジに、はい、お母さんに電話してもらうということで、はい、リュウジはここから任していい？はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあかけます、はい。はい、お願いします。いよいよ結果発表です。はい。あ、もしもし、はい、もしもし、お疲れ、もしもし、お疲れ様。あの前ちょっと動画送ったで、リュウジの短編動画も、あの皆さんが良さを引き出すために作ってくれたやつ、うんうん、それの中の一番良かった、うん、おかんが一番良かったと思う動画の発表してほしいんやけどうん、もう決まっとる、はい、うん、決めました。あ、決まっとるね。お母さんお久しぶりです。よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。すいません、今ちょっとってます。あ、とんでもございません。今カメラ回ってまして、いよいよ結果発表ということでございまして、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあ、あの1位の発表をお願いします。はい、すごく迷ったんですけど、お1位はどれか決めなければならないとなったら、安武さんのあの刀のやつです。やったー、ありがとうございます。やっぱそうか、ありがとうございます。理由はどうでしょう、うん、どういう理由でしょうか。あ、すごい本当に迷って、うん、もう全部面白かったけど、安武さんのが、うん、一番最初に見た時にインパクトがあって、やっぱり親バカなんで。やっぱそうっすよね。いや僕らも今初めてさっき見たんですけど、うん、はい、ぶっちゃけこれめっちゃええなってなったんですよ。すごいですね。リュウジの良さ出てましたか。あ、うん、全部、うん、はい。いやさすがやわ、安武。やっぱ嬉しい、ありがとうございます。ただお母さん、これ答えづらいとは思うんですが、はい、強いて言うなら、うんうんうん、はい、ワーストどれでしたか。ワーストって一番ワーストですか。はい、一番まあ良かったけども、この 5,、うん、5作品見た時にまあ C っていうならこれがベベかなっていう、うん、ちょっと待って、それはすごい決めにくくて、も全部面白くて、はい、本当に全部なんかリュウジのいいところ引き出してもらってる動画だったんで、そっか、じゃあ、ないですか、決めれないそうですね、もうなんか見れば見るほど最後まで迷って、で、お父さんはあの安武さんかカジサックさんの大喜利か、うわー、もしかすってたんや。ドラゴンボールではなかったですか。ドラゴンボールはどうですか。すごい、ありがとうございます全部良かったっすもんね。全部良かった。なんか
か最初いいところって言ったらそんなにあるかなって思ったんですけど、そんなん言うて、うまいこと引き出していただいて、わあ嬉しい。いやとんでもございません。すいません、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。失礼します。失礼します。ありがとうございました。失礼します。いやというわけで、はい、優勝はヤスタケでした。嬉しい、素晴らしい。おいや素晴らしい。あ、素晴らしいね。いやもうでも納得やわ、うん、文句なしだ、うん、あの時あんまり強く言わんかったけど、はい、俺負けたと思ってもらったやっぱ強かった。いやそうですね、やっぱリュウジのもう本当に分かりやすくて、うん、いいところがズバンと、うん、しかもねあの時間で出てたから、うん、そうやね、どれお見事、作り込みもなんかすごかった。確かに確かに、そう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 、よかったよかった。ゆかこさん気合入ってたな。そうですね、ゆかこさんほんまありがとうございます。ありがとうございます。あのカメハメハ大変やったでしょ。すいません、ありがとうございます。いやでも俺思うに、やっぱり、うん、まあ、あくまでも今回審査員お母さんやったよ、うん、視聴者さん的には、うん、結構ばらけてると思うで。あー、俺が良かったかね、まあね、うん、これあとさ、リュウジのも聞きたない。あ、聞きたい、聞きたい。自分が選ぶ1番と、うん、ワースト聞きたい、聞きたいよね。決めれる？はい、決めれます。自分の中で、あ、俺のええとこ1番これが出てたなって思う作品、はい、どれ？スネさんのお茶漬けです。お茶漬けな。そうですね。なんでな。やっぱあの暗闇というシチュエーションの中で、うん、あの熱々のお茶漬けをこうかき込むっていうのがもうやってても楽しかったです。好きだったんだ。好きでしたね、うん、あれが一番。場所はどうやった？あれでよかった？それとも強いて言ったらやっぱり和室が良かった？そうですね、和室が良かったです。でも1位。すごいや。そうなんか。いやありがとうありがとう。ありがとうございます。ワースト。ワースト。決めれる？そうですね、決めづらいですけど、うんうん、いいですか、じゃあ教えてもらっても。はい、ドラゴンボールです。ドラゴンボールちょっとリュウジよ。すいません、テン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 、流れてる、流れてる。ただ、あれが一番もう一回見たくなりました。もう一回見たい、もう一回見たいな。いやいや、おもろかった。いや、面白かった。これちなみにね、一応ね、おのおのの作品の裏側短めですけど撮ってあるんですよ、はい、撮ってますよ。それちょっと小部屋で流そうかなと思いますし、はい、なんだったらその裏側プラスアルファで全ての作品一気に出す、はい、あ、いいですね。あ、いいんじゃないですか。ノーカット確かに、ね、ノーカットで小部屋でちょっと出したいなと思いますんで、うん、そちらの方も楽しんでいただきたいなと思います。はい、とにかく、はい、安武おめでとう。そして、はい、リュウジお疲れ様。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。